ここはね、さっき徳川家康さんが、ここが日本の真ん中ですよ、センターですよと言いました。このマークが、その印。これ漢字だから、ちょっと読めないと思うけど、どこか読める。はい。日本国道路元ヘオ。これ元ヘオ。はい。この前ちょっと教えたから、ね。ないないない。元は、この漢字は読んだこと、勉強したことはありますので。でも、パスカルも日本は分かるでしょ。日本はね。日本は分かるね。そう。ちょっと読み方が変わってて、はい、こう読むんじゃなくて、まあ、はい、道路原稿。原稿。原稿って読むから、いや、そんな、そこまで読めるだけですごいね。何かって言ったら、真ん中の印ですよ。ここはスタートですよ。だから、こっちも見る。書いてある。じゃあ、横浜まで。山梨で131キロですよ、はい、で一番左、鹿児島遠いよね、1469キロ、はい、ただこれは全部ここから測って大阪は550キロ、はい、そういう風にします。ただし気をつけてほしい、これすごく分かりづらい、確かに書いてあるんだけど、道路原稿をここにもうちょっと書いてある、これ読めないね、はい、読めますよ、計算。これ複製って書いてある、コピー、複製、複製、あ、コピー、コピーなんで、はい、そう、これはオリジナルじゃなくてコピーですよ、複製。これは漢字を読めない外国の人来ても多分わからないので、あ、これはセンターここかってちゃんと思っちゃうんだけど、本当はこれはコピーで、本当のオリジナルはアンチ、アンチっていうのはこの橋、ブリッジのセンター、ブリッジのセンターにちょっとマンホールみたいなマーク、これと同じものがある、そこの場所、あの橋の真ん中の場所が本当の日本橋の真ん中、あそこから距離を測った、これを言わなきゃわからない、ところがもう一個言わなきゃわからないことがあるので、それが実はこれ、このね、柱があってね、ここに東京市、さっき東京都じゃなくて橋の真ん中に場所はあそこであるだけど、本当にあそこにあったのはこれなんだ、メイン道路のセンターにこれがありました。その当時は僕がこれはですね、列車ロードプレイン、路面電車のロードプレイン、それがたくさん走っていた、でもそれがなくなっちゃって全部車になりました。すると、道の真ん中に柱があったら危ない、ぶつかっちゃう、だからこれを保険でこっち持ってきたんだけど、もう真ん中はあそこだから印が欲しい、で印はじゃあこれのオリジナルを作って場所はここですよって印を置きました。だけど、行けないと、ほら、車がたくさん通って危ないでしょ、真ん中場所見に行けないね、そうです、だからコピーを、だからみんなここ見て見られていいんだけど、今の話を知らないと間違えちゃう、間違えちゃう、ああ、ここが真ん中かよかったよ、真ん中か、イエーイ真ん中か、写真を撮ります、でも実は違いましたし、後でショック受けるし、もしお客さんでそういう人がいたら教えてあげてほしい、これが一緒に写ってれば場所は、これがもともと間違えたので、これが入ってれば大丈夫、もしそういう人いたら教えてください。